ありがとんございました。はようごす。それでは今回なんですけども、ビザデビットカードが GooglePay 対応へ、ビザのタッチ決済が利用可能、ジャパンネット銀行もキャンペーン開始ということで、今回は主に2つの話題についてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは早速1つ目の話題なんですが、お題にもありましたけども、ビザデビットカードが GooglePay に対応ということですね。これちょっと意外でしたね。ちなみに、GooglePay っていうのは、Android の端末向けに Google が提供するウォレットサービスのことです。まあ iPhone で言うと ApplePay みたいなものですね。 okay そして、ただ、ビザデビットカードが Google ペに対応ということではなくて、スマートフォンでのビザのタッチ決済も利用可能ということになりました。このビザのタッチ決済に関しては、今画像でも出てるような、リーダーにこうピッとかざすだけで決済がスムーズにできる決済方法です。まあよく耳にするコンタクトレス決済とも言いますね。なので、まあこれまでカードを決済するときは、カードをこうスライドして読み込んでサインをもらったりする場合もありましたが、まあそのような動作も必要なくて、かざすだけでこうピッと決済ができる便利 なな決済手段となっていますまあ、このビザのタッチ決済、まあ、ビザのデビットカードですね。これが今回、Google ペンに対応したということになります。まあ、ちなみにこれは日本初ということになってるらしいですね。けどまあ、デビットカードのいいところっていうのは、やっぱこう、クレジットカードとは違って、審査もなくて、決済した瞬間に自分の銀行口座から即時引き落としがかかるので、比較的管理もしやすいっていうのがやっぱ魅力的かなと思います。 そして今回この GooglePay への対応の銀行はこちらなんですけども、今出てる通りですね。ジャパンネット銀行、ソニー銀行、三菱 UFJ 銀行、リスノア銀行、埼玉リスノア銀行、関西未来銀行、これらが発行するビザデビットカードが対象となるので、これはお間違えないようにお願いします。 そして先ほどの内容から関連して今回の話題の2つ目なんですけどもお題にも出てましたけども今回この GooglePay がビザデビットカードに対応することによってジャパンネット銀行のちょっとしたキャンペーンというのが開催されますまあそれが今出てるものなんですが GooglePay ご利用で漏れなく200円キャッシュバックということですねキャンペーンの期間に関しては今日の2019年11月14日から2020年の1月31日までとなってます で、このプレゼントされるのは2020年の2月下旬予定ということですので、もらえる額はかなり可愛いんですけども、まあお試しに使ってみてねという感じかなと思います。 一応このキャンペーンに参加するための流れなんですけども、まず1番目、Google Pay のアプリをまずダウンロードします。そして2番目、JNB ビザデビットの登録。これはあの、ジャパンネット銀行のことですね。ジャパンネットバンクです。そして3番目、あとは、ビザの立ち決済が可能なお店でお買い物をするという流れになりますね。まあ、使える場所で言うと、マクドナルドとかローソンとか、ま、いろいろあります。ちなみに、いくらいくらこう、使わないといけない条件はないので、とりあえず決済すればもらえるということですね。なので、少額でも全然いいと思います。もし Google Pay を使うよう 予定がある方でまだジャパンネット銀行を開設してないという方がもしいらっしゃいましたらその場合はポイントサイトを経由して作成することをお勧めします。 ま、以前もちらっと紹介したんですが、僕がよく利用しているポイントサイト、笑うですね。こちら11月14日時点で、ジャパンネット銀行を開設したら、1万ポイントがもらえます。まあ、金額で言うと1000円分になるんですけども、なので、ま、開設しただけで1000円分がもらえるので、ま、ちょっとお得ですね。ちなみに、このもらえるポイントは日によって変動するので、これはご注意ください。まあ、そんなことで今回は、ビザデビットカードが Google ペイに対応したということと、ジャパンネット銀行のちょっとしたキャンペーンについてお伝えさせていただきました。まあ、僕自身は iPhone ユーザーなので、ApplePay を使うんですが、今回はあえ Google Pay を話題に挙げさせていただきましたというのも僕の YouTube の動画自体は約4割近く Android のデバイスで再生されているという理由もありますご自身の端末が対応していればぜひ、ね、今回こういったものを利用してみるのもいいのではないでしょうかで、今回お伝えした公式のページや先ほどお伝えしたポイントサイト笑うについての紹介リンクなども貼っておきますので詳細などが気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました